2話目。1998年9月25日発行、神プロ11号、高田さんと遠征選手のインタビューを振り返ってみたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ第2話行きましょうか。行きましょうか。はい、1話目が高田遠征さんの遠征さん、はい、高田さんと遠征さんの、うんうん、ディスコでの乱闘寸前事件の真相、真相、まあ、真相と言えるほどの真相ではなかったかもしれないけど、うん、そうですね、うん、まあ、結構和気あいあいと、うんうん、テーマにしては和気あいあいと始まって、はい、さらにこれちょっとお酒の話が続いていきます、はい、司会が昔の新日本プロレス道場の伝統みたいなものが遺伝子として受け継がれてますからね、うん、要するにシャバじゃない世界、うん、この前も前田さんが話してたでしょ、うん、と遠征に言うと遠征がびっくりしたね、うん、新日本プロレスの道場には佐山さんもいたんですよね、うん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 、で高田さんが佐山さんは酒飲まない、うん、ケーキと饅頭ばっかりだから、うん、で遠征がだからあんなにぷよぷよになっちゃったで高田さんが体だけ見たら飲めそうだけどね、うん、ボトルみたいな体してるしさって言いますね高田さんそうですね、ボトルみたいな体してるしさ、うん、で遠征がテレコに向かって、録音してる テレコに向かって、うんうん、私はそう言ってないです、うん、高田さんでしたって佐山さん長に言ってますね、うんうん、私は言ってませんっていう、うん、で高田さんがテレコに向かって、うん、遠征はうなずいてました、和気、うんうん、あいあいとやってますね、うんうんうん、対談は進んでおります、うんうんうん、で司会が、はい、というわけで高田さんの遠征井上に対する印象はどんなものですか、うん、というと高田さんが、うん、キングダムの連中からも聞いてるしね、うん、特にファイターの部分はみんなからも聞いた上に、うん、ビデオでも何回も見てるから、うん、ある程度は知ってるんだよね、うんうんうん、でもファイター以外の部分で実際にこうやって会ってみるとちゃんと挨拶できて話もできる、うんうんうん、人間としても印象がすごくいい、うん、常識人って感じだね、うん、下常識人と司会が愛の手を入れると、うん、高田さんが驚くということはもう一面あるの、うんうん、と言いました、うん、で遠征がうーん怒る時多いね、うん、喧嘩とかストリートとかで、はい、で高田さんが今でもと聞くと、うん、遠征がそう、うん、だからお酒飲まないから言い訳できないのね、うん、で高田さんが今でもやってるの、うん、と聞くと遠征がそう最近もあったし、うん、2週間ぐらい前かな、うん、すごい悪口言われて、うん、オートバイの人だからヘルメットかぶってた、うん、その上から殴ったよってヘルメットから殴っての上から殴ったということですけれども、うん、高田さんが殴っちゃったの、うん、車を運転してる時で遠征がちょっと事故になりそうだったの、私はどうもすいませんって感じだったのに何やってんだこらとか言うのよ。あ、なるほどね。それで私は車から出たの、うんうんうん、どうしてそういうことを言うわけ、うん、なんでそんな声が必要なのうんうん、うん、それでも睨んでたからもう我慢できないでボーンと、うん、で高田さんが暴れん坊だね、で遠征がそれでまた睨んだからもう一回ボーンって、うん、それで帰ろうとしたら彼が俺の車の後ろをバーンって蹴ったね。すげえ。それでもうダメ。うん、で高田さんがそれでまた切れたの、うん、というと遠征が車から出て彼を人形みたいにぐるぐるぐるってね、うん、でも本気では殴らない、うん、高田さんがそういうトラブルは車を運転してると多いよね。これあのちなみに1998年の話ですからねはい、あの、はい、これごめんなさい、このぐるぐるぐるっていう表現ってどうなんですかね、うん、彼を人形みたいにぐるぐるぐるってね、でも本気では殴らない、うん、ぐるぐるぐる、こう本気では殴らない、本気では殴らないと言ってるっていうことは、うん、殴ったっていうことですかね。まあちょっと威嚇したんでしょうね、うん、あの多分襟首じゃなくて胸ぐらつかんで、はい、ぐるぐるぐるってね、彼は人形みたいにぐるぐるぐるってね、うん、でも本気では殴らない、うん、まあいいですか、うん、はい、はいで高田ちょっとごめんなさい、はい、まあでもごめんなさい、車の運転って、はい、うん、いや分かりますね、うん、まあ、人を数倍イラつかせる局面がありますよね、はい、これはねもう当事者になってみないと分からない問題で、うんうん、割と私も抑えてきてる、うん、抑える方、うん、運転も抑える方なんですけど、例えば制限速度が40キロで、はい、走るじゃないですか、うん、まあ、30キロ、まあ、40で、はい、40って割と法定速度なんですけど遅いんですよ40って、うん、で後ろが、はい、詰まっちゃう場合もあるんですね、うん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 、その時に
ズイーンってこう追い抜いていく運転士もいるんですけど、はいはいはい、でももう僕最近はその全くそういうのなくて、うん、あ追い抜いたか、うんうんうん、どうぞどうぞっていう気持ちなんですけど、はい、ちょっとそれがもう10年15年前になると追い抜かれたりするとちょっとイラッとするじゃないですか、うんうんうん、で今はもう割とあ先どうぞっていう感覚なんですけど、うんうん、これってでもやっぱり運転してるとなんでそういうふうに運転するのっていうお互いの認識が違うじゃないですか、うん、後ろの人はいや遅いから抜いたんだろう、うん、しかもその追い抜き方がちょっとイラッとしたようなね、うん、追い抜き方だったりするわけですよね、うんうん、ちょっと挑発的な追い抜き方というかそうです、うん、だからここはねもう埋まらないですね、うん、溝は、はい、だからどっちかがもう知らんふりするしかないですね、うん、これやっぱり歩行者あるいは自転車に乗ってる時の立場と、うんうん、運転してる時の立場、そうですね、これまたね全然違いますよね、はい、もう本当立場によってね、うん、全然違いますから、はい、うん、何の話でしたでしょうか。以上です。以上ですか、はい、高田さんがそういうトラブルは車を運転してると多いよね、うん、で沿線がでね、ハワイではもし相手が怖かったら睨んだりしないよ、もうそれで謝るよ、うん、で高田さんがうん、まあそうですね、銃社会ですもんね、極端に言うとですね、うんうん、で沿線がでも日本の場合はよくえばることが多いね、こっちが怒ってても逆に相手が口が悪くなるとか、うん、私が怒っても何もしないと思ってるからねいや何かしちゃダメでしょうっていう話なんですけど、うんうんうん、高田さんがそう、うん、何もしないと思ってるやつは多いね、うん、本当に侮辱されたらそうなるのは当たり前なんだけどね、うん、理解を示してますね、うんうんうん、で沿線がそれでオートバイのごめんなさい、それでそのオートバイの人、うん、私が車を出ても全然引かない、うーんすげーな、うん、喧嘩したそうだからいいよ喧嘩しちゃおうって感じで手を出したら、うん、ごめんごめんね男じゃないよそんな大きい態度に出るんだったら、うん、なんでその後もやってこないの、うん、今の日本人は声が大きいだけで、うん、本当の声のディフェンスができない、うん、それだったら声出さない方がいい、チワワみたい、うん、これ沿線言語炸裂してますね、うん、面白いですね、うん、で高田さんがキャン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 言うやつ多いからね、うん、しかしやんちゃだよね沿線は。でもささっきの常識人って俺が言ったことは全部取り消してくれるこれも高田言語として面白いですね、はいはいはい、司会がやっぱり野蛮人に変えときますかというと、うん、沿線が、違うよ賢い野蛮人、うん、で高田さんがでもね誰でも怒ることあるよ日本で運転してたら、俺もついこの間高速道路で止めたよ車、おお、うん、で沿線さんがおお私よかったあの時に高田さんと喧嘩ならなくて、うんうん、で高田さんが芝公園あたりを走ってたら、うん、トラックがぐわーっと横からウインカーもなしで入ってきたんだよ、うん、それであれ俺はなんか悪いことしたのかなと思ってね、うんうん、で沿線が、その気持ちよくわかるよ、うんうん、で高田さんがいや俺はこいつに何にもしてないよなと思ってね、うんうん、それでライトをパッパッパッとパッシン、うん、パッシングして、うん、大人の怒りを表してね、うん、それから横にピタッとつけて走ったのよ、うん、それで横を見たら向こうもこっちを見て睨んでるから、うんうん、OK OK と思って、うん、そいつのトラックの前にガッと出て止めたのよ、うん、高速道路の上を80キロぐらいで走ってるのをギューって止めてね、うん、それで何してるんだ俺が何かやったのかと、うん、そしたら沿線がはいはい面白いって、うん、ここ佐山さんみたいですね面白い、はい、で高田さんがそうしたら向こうはいえ何にもしてませんと、うん、トラックっていうのは運転席が高いから気持ちも大きくなっちゃうんだろうね、それで俺のテクニックが良かったから事故にはならなかったけど、うん、普通なら事故を起こすぞって言ってね、うんうん、沿線のように直接野蛮なことはせずに謝らせて終わり、うん、だけど後ろはダーって渋滞、うん、そうですね、高速道路で止めたら渋滞しますね、うんうんうん、で沿線がうわーすごいね、うん、で高田さんが後ろの人にはごめんねってね、うん、で沿線が後ろの方で高田だ頑張れとか言ってなかった、うんうん、で高田さんがサインでもすればよかったかな、うん、でも本当車に乗ってるとそういうの多いね、9回は我慢するけどやっぱり1回は切れるよね、うん、で沿線が私は逆だな1回我慢するけど9回は切れるねこれ面白いで高田さんがじゃあ全然違うわで沿線がちょっと私まだ子供だから大人にならなくちゃいけない頑張ります、うんうん、で高田さんが、沿線は今いくつなの、うん、というと沿線が13歳です、うんうんうん、高田さんが、うん、あ精神年齢がね、うん、で沿線がそうそう本当は31歳ね、うん、高田さんが前田さんは39歳にしてまだやんちゃだからね、うん、で沿線がわー怖い、
私は29歳の時が一番怖かったもん、うん、前田さんも39歳、次の年代に変わる時が一番怖いよ、うん、というところですね、うん、一区切りですけれど、うん、次はまあ沿線からの高田さんのイメージ印象に話が移っていきますけども、はいはい、ここまでで何か気になったところはございますでしょうか。1回我慢で9回切れるっていうのが面白かったですね、うん、すごいですよね、うんうん、まあでも本当これ1998年の話なので、はい、まあ、若気の至り的なのはあったんじゃないですかね、うん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 、若気の至りではやっぱりユインター勢も負けてないでしょうからね高田さんをはじめとして、うんうんうん、まあまあでもまあ仲良くできない、仲良くいきましょう皆さん。誰言ってるんですか、ね、僕どなたに対して言ってるんですか、ね、そうですね、まあ平和に、うん、なんかもうでもこうゾッとしますもんね、あの本当昔はこれ本当は良くないんでしょうけど、はい、こう飲み会とか行ってももう車お酒飲んで車を運転するっていうのが割とこう定番じゃないけど、まあ、そういう風習があったんです。どんな時代だってもいけないことはいけないんですけれども、うんうん、まあ、90年代とかは、うん、90年半ばになる頃までは、うん、多少飲んだぐらいだと運転してる方も、うん、割合としては結構いたかもしれないですね。そうですね、うん、だから僕は運転したかしてないかはちょっと置いといて、はい、もうゾッとしますよね、うん、ゾッとすることはたくさんあると思います、はい、だからもうこれ運転だけでなくて、うん、お酒の席も思い出すとゾッとしますね。いや確かに、いやゾッとすることは結構ありますね、うんうんうん、だ沿線なんか今どうなんですかね、この当時のことを思い返すとゾッとしないんですかね。ゾッとするでしょうね、わ、うん、かりませんけどその辺は、うん、でもあの沿線はね、僕イメージはね本当基本的にはいい人ですね、いい人だけど、はい、さっき言ったようにあの売られた喧嘩は買う、うん、買っちゃうんで、うん、まあそこはまあ人それぞれですけど、うん、基本的には何かしない限りは害がない人だと、うん、個人的には勝手に思って自分から喧嘩売りまくってたらこれやばいですよ、もう、うん、野蛮人とか言ってる場合じゃないですよ、うんうんうん、もうね、でもこれ沿線の、うん、まあ、ちょっと武勇伝的なやんちゃの話っていうのも高田さんも結構聞いてると思うんですけど、うん、これ高田さんから珍しくこの自分のね、うん、トラブルの話とか、うん、そういう話を自ら切り出してるので、うん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 、この時の高田さんも結構気分が良かったんじゃないですかね、うん、いやそうですね、うん、あの比べることじゃないですけど、はい、前田さんと沿線より高田さんと沿線のがなんかこう波長が合うような気がしますね、うんうんうん、掛け合いとしてはですね、うんうん、まあ、前田さんと一回対談をやってるからっていうのもあるかもしれないですけど、沿線の場合は、はいはいはい、うん、なるほど、ね、あとそのディスコで握手して引っ張り合ったというね、うん、まあ、それも笑い話にできるという状況が生んでるフレンドリーさかもしれませんけども、うんうんうん、これ高田さんがね、私あの面白いなと思ったのが、はい、トラックがウインカーなしで割り込んできて、うん、で止めて、うん、運転手に対して言って、うん、で向こうはそれ以上何も言わなかったんですけど、うんうん、高田さんの言った、うん、俺のテクニックが良かったから事故にはならなかったけどっていうね、さりげなく車のテクニック自慢してるところが面白いですね、うんうん、でもね確かにあると思いますよ、うん、あ、そうですか、うん、高田さんは割と運転うまいですからね、やっぱ運動神経いいですからね、高田さんね。そうですね、うん、いや今日こんな感じですか、今回はいいんですか、はい、大丈夫ですか、タイトルは浮かびましたか。タイトルは浮かんでないですけど、浮かんでないんですか、なんとなくでもこのちょっと やんちゃな内容になると思うんですけど、うん、はい、うん、切りましょうか。いやもうお任せします、はい、ちょっとここはね、はい、なんかさらっといきたいですね、はい、こういう系は、うん、じゃあ第2話終わりまして、はい、第3話へと続きます。ありがとうございました。ありがとうございました。